はいどうも皆さんこんにちは、日野です。皆さんポケットモンスターソードシールドやってますか？前回ねここで壁抜けバグを皆さんにね紹介したんですけど、あの時この3番道路から出れないって言ったんですけど、実はあの後ねなんかいろいろ研究が進んでね3番道路外にもね出れるっていうことが判明したんですけど、みんなに紹介しようかなって思ってるうちにねめんどくさくてやってなかったんですけど、そのバグを利用するとなんかこの街の外まで行けるんですよ。今回はねバグ空間で生まれたポケモンはどこ生まれになるのか検証していきたいと思います。はい、ということでね皆さんやり方はねもう前回の動画で教えたんでね、そちらの方をねわからない方はそちらの方を見ていただけると嬉しいです。ということでね早速バグらしていきましょう。はい、でここからなんですけど、で前までねここの3番道路内しかねこう行き来できないなと思われていたんですけど、実はここの空飛ぶ部分、ここでねずっと行ってると上に行ってこの貫くことができる3番道路外に行けるということで、はい、でねやり方なんですけど、まずこの崖を利用します。この崖でね上に行ってください。こうやってちょっと上に登ります。でそしたらこの自転車降りて、でこっち側に進みます。で次乗って、でこの状態でねこうガクガク進むことができるので、これずっと続けます。これ動いてないように見えるけど、これねちょっと左のね石の位置とか見てるとこう微妙に動いてるんですよね。ちょ早送りするんですけど、早送りすればねあの動くのが分かると思います。でそれでこれずっとやってるとある一定の位置でこうなんか普通に自転車が自由に漕げるようになるんですよ。ここにある木を通り越したあたりで、ここを目指してねこう落ちないように頑張ってこうやってやってください。ということで早送りしまーす。はい、来ました。はい、でそれでなんとね前回行けないと言ったこっち側町の方にね行くことができるようになります。こうやってねすごいよねこれ。で多分ね何回かやったんですけど、ここのね橋のとこ行っちゃうと落ちちゃうんで皆さん気をつけてください。はい、でここからがね今回の検証の本題です。こっち行くとねこっち進み続けると白いね謎の場所に来るんですよ。これバグ空間、ここ果たしてねここで産んだ子供はどこで生まれた子供になるのか。僕の大事なポケモンウカガカリひともしちゃんとね色違い出そうと頑張ってる途中のイーブイちゃんの卵たちをねここで孵化させてどこで生まれるのか、この出身地がどこになるのか検証していきましょう。生まれろー。でもちょっとねまだ近いから、町が近いからエンジンシティの出身になるかもしれない。どこなんだろうね今ここ。地図的にはまだ3番道路なんですけどね。じゃあねちょっとぐるぐるしないで遠くを目指す感じで行って歩数をね進めて埋ましていきたいと思います。お、来た。えっ、ぽー来い、色違い来い。えっ、ぽーこれさっきエンジンシティって出てきたからさ、エンジンシティ生まれになる可能性が高いかもしれない。これもしかしてそうだったらめちゃめちゃ面白くない面白くないんだけど。はい、これでね一旦全員産み揃ったということで出身地見ていきましょうか。いや緊張するな。いや変な場所で生まれてほしいんだけど、生まれといて変な場所で生まれてろ。ちなみにね色違いは一人も出ませんでした。さあ行くぞ。3、2、1。3番道路、エンジンシティ、エンジンシティ、エンジンシティ。おい！ということでやり方分かりました。ここからがね本番です皆さん。さっきのは茶番です。はい、謎の場所の行き方なんですけど、ここで崖を使ってね、そう最初みたいにこうやって行ってください。でその後に、はい、降りてこっち向かって、でさっきみたいにねちょっとこうやってやります。そしたらこっち行ってください。はい、こっちのねここの角っこに行きます。するとほらこれができるようになる。落ちないようにこれ登っていきましょう。さっきはねあの崖のとこで登ったんですけど、ここでも登れるらしい。でここで登ったらその例の謎の場所的なねところに行けるらしい。ちょ今ね登ってたら処理落ちし始めましたね。
なんだこれは、やばいぞ、不安になってきた。大丈夫か。あ、来た、来ましたね。はい、でここまで来ましたら皆さんセーブしてください。お、今キャンプ使えない場所は3番道路 OK、はい、そしたら1回ゲームを消します。お、なんか、おっと、お、なんか無音じゃないこれ今今すごい無音なんだけど、これ成功したくさいな。実はね3回ぐらい今ミスってるんですけど、成功したっぽいな。よし、はい、でレポート見ます。はい、現在の場所がね空白になっております。来たー、やっと来たー。はい、タウンマップ確認すると、あ、今どこにもいません。自分は、皆さんやばくない？今ね僕ここにいないんですよ。はい、そしてこっちにね慎重に向かいます。 OK、 これで大丈夫だね。はい、ということで今僕はね完全にガラル地方から消えました。はい、それでここでね卵を産ましていきたい。じゃあね、産ましたらどうなるのかやっていきたいと思います。これね今無音なんですけど、僕がね音消してるとかじゃなくて、ポケモン側で無音です。もうその証拠にね BGM 以外は全部ちゃんと鳴ってるんでね。さあ、出身地どこになるんだろうね。なんて出てくるんだろう。早く生まれろ、生まれてくれ。ちょ、めちゃめちゃね失敗しまくったんですごい楽しみです今。てかこれ戻れるのかな。来たまではいいけど戻ること考えてなかったわ。はい、来ました。さあ、ついでにねキラキラの色違い出てくるとすごく嬉しいんですけど、エボー。はい、ということでこのイーブイたち5匹産ませ終わりました。さあ、今ね僕はガラル地方に存在しない存在です。さあ、彼らはどこで生まれたのか見ていきましょう。はい、普通普通いきます。3、2、1。おー、遠い場所になってます皆さん。遠い場所で帰って出会った、遠い場所で帰って出会った、遠い場所で、遠い場所で、遠い。ということで皆さん、バグ空間で生まれたポケモンたちは遠い場所で生まれたことになっております。多分今のところ遠い場所生まれのねポケモンっていないと思うんですよ。なのでね、割とレアなんじゃないかなっていう、そんなね、なんかあんま利点みたいなの全然ないんですけど、なんとなくポケモンマニアの皆さんはねちょっといいんじゃないのかなと思います。はい、ということで今回はバグ世界で生まれたポケモンたちはどこで生まれたことになるのか検証してみた動画でした。よかったらね高評価チャンネル登録お願いします。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。こっからね戻れるかなんだけど、多分ねタウンマップで普通に戻れるはず。これで戻れなかったら僕はもう泣きます。はい、戻れました。オッケー。おー、音が聞こえる。